今日はまあ、ちょっと昨日ね一人研究生公演をやったので、今日はちょっとお肌の休みのためにもですね、リップだけの本当にマジのすっぴんリップだけちょっと血色変えるようにしてますけど、まあなんかめちゃくちゃ自然な感じで皆さんのね質問とかコメントを読んでいこうかなと思います。真っ暗？大丈夫？え？電波が悪い？もしかしてテロップコメント読むよって。コメント読むよ。こんばんは皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様でした。お疲れ様です。最近お疲れ様でしたって言っちゃうの癖なんですよね。あ、そう、さっきはねマッシーのショールームの電話に出たんですけどなんかメンバーと電話することってそんなになくてですね、実はね、今までは普通にほぼ毎日会ってる、もう家族みたいなもんだったから、だからわざわざ電話したり LINE すること必要もないぐらいだったんですけど、まあ、最近はねみんなバラ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 っていう言い方あれだけど会ってないので結構テレビ電話とかもやってたんですけど、多分最近はショールームとかを頻繁にするようになってから、そもそもなんか電話したりとか LINE する時って何かしらきっかけがあるんですね。でもその急に電話かかってることなんてほぼなくて、今電話してもいい？みたいな一言がねあったりするんですよ、緊急の時とかでも。だから大体メンバーからの突然の電話はショールームかマジの緊急の時だと思っておりますこんばんはみんな。え、聞いて、筋肉痛がねびっくりするぐらいあるの。なんか首とこのね、ちょっと今まくったんだけど、このここ何、ここ何、上腕二頭筋っていうの、ここ何だ、ここ、ここがめっちゃ痛いの。ここあとどこだ、なんかここ肩もちょっと痛い、肩周りが痛い、足はそうでもない。そう、久々にガチ踊りしたからかもしれないけど、そう、一番首とこの肩から右の肩から二の腕にかけて、何、パーティーかな、パー痛いかな、ここかもしれないけど、そう、昨日のダンスのせいかなって思ってるんだけど、まあでも私筋肉痛はそんなに嫌いじゃないのでそう、なんか頑張ってる感がしてね、結構好きなので、うんね、昨日楽しかった、モバイル撮り始めました、嬉しいなんかメールもね最近は結構試行錯誤と言いますか、なんか何を話していいか分かんなくなるっていう、いやアイドルとしてね、いやもなんか仕事ですからね、もっとちゃんと考えるべきだなっていうのはね、よく家族とかにも怒られるんですけど、だからまあ熱盛の話したりとか、だからこれからね、そのなんか DMM 配信もう、その明日はむしらじ、明日だっけ、明日はむしらじで、明後日はちっちゃいもんのやって、でその次の日は DMM の実況をなんかやるのかなっていう風に、なんか少しずつ活動もね再開していくみたいなので、これからメンバーに会う機会とか、あとなんかねそういうちょっとイレギュラーなこととかも増えてくのと思うので、もうちょっとなんかいろいろ充実したメールはお届けできるかなと思ってます。あと、なんだろう、メールの利点としては、うん、できるだけ朝のメールを送る、おはようってメールを送るのと、あずまり日記と、あと写真をね多めにつけるようにしてます。一通につきだいたい1枚 1.5 枚ぐらいつけるようにねしております。そんな感じ、なんか難しいんだよね、755とフォトログと、メールのその写真とか文章とかいろいろ変えるじゃん、それ用に。
だから誰かが卒業しちゃったりとかそういう時とかもこう全部に載せるから、誕生日の時とかもね、こうちょっとずつこう変えたりしてるそう、そうできるだけ朝送ってるけど、今日はね、そう写真はおアップなのが多い。なんかミラちゃんって研究生全員のメールを取ってくれてるんですよ。えってなるでしょ、知らなかったのそれ、ミラちゃんの生誕祭まで知らなかったんだけど、その手紙でね、そのなんか突然の告白をされまして、全員の撮ってるって言って、でそう、そうひのちゃんのメールはその自撮りのね顔が近いのが多いから可愛いよって言ってくれるの。みなちゃん可愛い、嬉しいよ嬉しい、そう嬉しい。うん、そう、なんかわかんないけど、こう普通に会社員の方って大体こう、まあ、週休2日とかなんか休みの日っていうものがあるじゃないですか。でもそのこういうアイドルとかってそのまあ今はねほぼニートみたいな感じですけど、ちゃんともう丸1日お仕事の時もあって、それがもうなんか何週間か続く時もあれば、その映画の撮影みたいにね、今みたいに超暇でSNS しかやることないけど、でも SNS も仕事だから本当にプライベートがない仕事だなっていうのはすごいね、アイドルになってから思ったな。すごいなんか前もちょっとそんなこと言ったような気もするけど、そうそうそう、なんかめちゃくちゃ忙しい時とめちゃくちゃ暇な時と、あと逆、あとね世間と逆なことが多いかも。例えば夏休みの方がお仕事が多かったりとか、まあそれは皆さんの休日に合わせて、土日に、だから平日の方が逆にお仕事がなくて土日の方が多い、握手会とかもそうですけど、そうそうそう、そうモバメの返信もめっちゃ嬉しいです。今何件くらいたまっ、あれかな、今までの累計のメールの送信数と返信数とか多分すごいことになってるんだろうなっていうのは思うんだけど、あ、今度はいつ公演する、よくぞ聞いていただきました。実はまあ明日にやろうかなと思ってちょっとできるうちにやろうと思って、そうなので明日も8時15分から9時45分1時間半で、でも今回はなんかパーティー公演じゃなくて、皆さんにね聞こうかなと思って、やってほしい曲を、そう、そうだから何公演とかじゃないけど、でも私もねなんかもう3年目になるんですけど、入って歌える曲がねちょっとイレギュラーにとても少ない、歌える曲は多いから、あの踊れる曲が少ないんですよだからあれですけどうん、なんかそうですね、メールとかでもう一回あれしようかな、メールでそのこのメールの返信に送ってくださいとか、そういうリクエストとかをやろうかなと思ってます。本当に踊れる曲が少なくて、なんか昔ムニちゃん公演って言って、62番のその NGT 2期のオーディションの時に歌って踊ったことがあったんです。でそれ音源使ってなくて、アカペラで全部やったんですけど、その時はもう踊れる曲がロドスぐらいしかなかったの。ロドスと会いたかったぐらいしかないからそれ以外はなんかもう適当に歌うみたいな配信だったんですよね。うん、だからちょっと待って、それとはもうちょっと質は上がりますけど、いやしかも最近踊ってないですからね、そもそもなんかライブとかもやってないので、ライブとかやるとねやっぱ増えるのね、踊れる曲がだってこの前リクアマで初めて恋するフォーチュンクッキー踊ったんだもん。
本当になんか活動としては全然活動してないなっていうのはちょっとね寂しいというか悔しいというかっていうのはあるんですけど、まあ毎日ねこう前こうあぶりでね定期的に公演とかもねさせていただいてるので、本当にパーティーと夢品と逆上がりと誇りはだいたい踊れるかなって感じ。逆上がりももうだいぶ1年半ぐらい前になっちゃうのでもうだいぶ忘れてますけど、ほこりはねこのあのついこの間やろうとしてたからね。うんね、ね、そうですね、ありがとうございます。ちょっと一応 見といて。そうね、なんかNCT の曲じゃなく曲縛りじゃなくていいかな、48でお願いします。48グループの曲にしようかなとね。なんかあんまりこうあんまりこうそうね、そんなに頻繁にはできないんですけどいろいろと、うん、そうね、わポニーテなポニーテールとシス懐かしいな。天使の尻尾私ね全然わかんないんだよね。そう踊れないのよ。笑ったピーポーはなんかギリ踊れるけど何曲くらい1時間半尺なのでだいたい1公演分ぐらいかな。その昨日がねそもそも私動画編集をして、そう動画編集のソフトで作ったんですよ尺1時間半のものを。でやったのでそのあんまり操作とかなしに次の曲が行ってかつ MC の時間も決めて作ってみたんです。だからまあそんな感じでできるようなものがあればなって思ってる。そうちょっとね本当はもうちょい時間があればあなたとクリスマスイブのハモリをそもそも録音して入れようと思ったんだけどちょっとねセッティングに時間がかかりすぎてしまってね諦めたんですねはい。そうなんかあと昨日のツイートでもいいし TikTok のとかでもなんか質問とかあればこういうのどうやってやったのとかこういうのは意味どういう意味があるのとかあったら、うん、そうな明日なんだよね。だからみんな木曜日金曜日か金土ってやっちゃう。で土曜日ロールプレイなんだよな。何しようかなそう、うん、あーお仕事でお仕事の方もね多いよね。明日は明日は8時15分からです。一応金曜日ね明日8時15分、そうギリギリ夜みんなが見れる夜にしてかつ私がお休み村を撮って動画を上げるまでの時間を考慮した15分余りですうん、そうね、まあちょっと来週からはまたちょっと難しくなっちゃうので、うん、できるうちにって感じ。そう15分余らせ、いやだからさ私今高校2年生なんですけど、違う高校3年生なんですよ。めっちゃ素で間違えた。高校3年生になったんですけど、高校卒業すると24時までショールームだったりとか SNS だったりとか時間が変わるんですよ。そうそうそう、うん、そうそうそうなの。だから
ちょっと早くそれになりたいなと思って、せっかく毎日アイドルもやってますし、その本当に NG ってなった当初というか、あの時は9時まで、あ違う、2期のオーディションの時とかは9時までしかできなくて、本当にね時間がなかったわけです当時は。でその10時までの配信だと、例えば研究生公演とかやって帰ったら結構ギリギリだったりするんですよ、毎日配信とかするとね。でまあ毎日配信が全てじゃないし、こう結構なんか、まあでもやっぱり毎日配信という数字というものをやっぱりこう一緒にね、何日達成したよってこうファンの皆さんとこう何分かち合うことができるっていうのもショールームの一つのね素敵なものだと思うので、今もね、まあ、復活してできるだけこうやっておるのですけれどもそう、まあ、できるだけそれ続けたいしね、うん、だからそうなるともう10時じゃなくてもう24時までやってた方が時間に余裕ができるし、私も SNS の更新がもっとこうなんだこう余裕が持てるわけですよ。お休みお休み村でさ、もう昨日の時とかさ、はぁ楽しかった、お休み村みたいな本当に時間がないんですよね。9時ギリギリ、9時45分とかまでギリギリで配信しちゃうと。で昨日はギリギリ、昨日はギリギリフォトログも投稿できたので、うん、カンターダの反響、カンターダの反響とはあ、でもね、そうこの前スクショしてたのをちょっと気になって見てみたんだけど、ショールームのフォロワーさんが3月14日から今ね180、90人ぐらい増えてたの。あ、嬉しいなと思ってなんかもう飽和してると言いますか、なんかもうこれ以上増えないんじゃないか疑惑があってなんかもう地道にちょこちょこ増えていってるかなぐらいしか思ってなかったんだけど、改めてこう2ヶ月ぶりに見てみたら、そう、あ増えてるなと思って、昨日もね多分増えたんじゃないかなって思ったし、嬉しいですよね。そうそうそう、そうね、嬉しい。755の投稿も10時までです、22時まで。3位、あ、歌唱力の3位のやつ、3位決定戦じゃない、あの歌唱力生決定戦もやっぱりそれでメールで初めて見る名前のね返信が来たりとか、あのやっぱ増えたのですごいね嬉しいなって思うわ。うん、でもまだまだですけどね、やっぱりなんか先輩とかドラフト生とかと比べるとやっぱり2期生ってまだまだなんかそのファンの方の人数とかもそうだし、こうまだちょっと弱いんですよね、そういう面では。だから頑張らなきゃなって思うし、なかなか、なんかチカナも前にね言ってたんだけど、なかなか研究生きっかけというか機会というかチャンスがねそもそもまあ、だいぶねないっていうのもありまして、だからじゃんけん大会だったりとか陸泡だったりとか、それこそまあ歌唱力ナンバー決定戦とかショールームイベントとか、こう個人でやることとかそれぞれなんかこうね、ほんの少しずつの、まあ、カンタータもそうですけど、こういただいたきっかけっていうのを、まあ、それぞれ今はね掴んでいくことが大事かなっていうのは思っておるそれは多分日々の SNS とかも大事なんだろうし、だからね、こう自粛期間でこう生活リズムとかも乱れがち でなんかだらけがちなんですけど、ちょっと私もねこう改めてだんだんこう活動も再開していくので、ちょっと身を引き締めて、ちょっとねそう最近はそういうことを考えながら、もう一回ね身を引き締めようと同じこと言った思っていますうん、うん、昨日フォローした、ありがとうございます。そう、アイドルの枠に収まらない活動を期待してます。そう、私監督さんにもね、ひのちゃんアイドルっぽくないなって思ったんだよねって言われたので、私なんかそれ嬉しくて、
今はアイドルやってるけど、これから先ずっとアイドルやりたいかって言われたら、私決してそうなわけじゃなくて、昔の AKB のさ、あのコンセプトのその AKB のコンセプトのその AKB48 を入り口として、これからその業界で活躍していく人を輩出したいみたいな、あるんですよそういうテーマが。で私はそれをがすごく素敵だなと思って、でもともとミュージカルとかもやってたんですけど、こうなんかもっとこうがっつりがっつりこう一歩を踏み出したいと思ってオーディション受けてきていったので、ドラフトとかはね2回3回落ちちゃったんだけど、123と123と落ちちゃったんだけどあのそれで NGT 2期に入れたので、そうなってくると、今後の日なのね、将来の夢、最近将来の夢何ですかって言われて答えるようにしてるのは、表現者っていう文字なんですよ。3文字表現者、なんか女優さんとか歌手とかミュージカル俳優とかアイドルとか声優とか、なんかやりたいもの多すぎて、でも何なんだろうって思って、私なりたいの何なんだろうって思って、最近たどり着いた最近の答えは表現者ですね。なんかかっこいいねかっこいい言葉だけど、まあそれが将来の夢です今のところは。はい、ちょっとコメント全然読めてないわ。うん、そうね、なんかみんなの推すきっかけとかも結構バラバラだと思うしね。うん、研究生公演のアナクリ見て好きになったとか、セカオを見て好きになったとか、それこそ歌唱力とか、あと普通にショールームイベントとかオーディションの時とかから、もう本当に嬉しいです、めちゃくちゃ嬉しいです。うん、そうミュージカルもねやっぱやってみたいなっていうのは思う。うん、そう最近は本当に舞台とかも中止になってしまっていて、ミュージカルも毎年ね、ゴールデンウィークぐらいの時に、あのアニー、トゥモローでおなじみのアニー、ミュージカルアニーがあれなんですよ、あるんですよやってるんですけど、今年はそれも中止なのかな、わかんないけどなくなっちゃって、でもその結構 YouTube の急上昇とかに「トゥモロー」を歌ってみたって言って、リモートでね、キャストの子供たちが歌ってったりするの見て、いやもう本当にね、あの曲ってマジで素晴らしいと思うの。私ももしかしたら生きてきた中で一番歌ってきた曲かもしれないのね。ミュージカルスクールに通っていて、毎日毎日本当に毎日レベルで歌っていたものだから、うん、な、私もアニーのオーディションで一番いいところまで行ったのは小6かな、中1かな、中2かな、忘れちゃったけど、なんか本当にギリギリの時もうお姉さん世代の時に、あの最終審査の1個前で落ちちゃったんだよね。そう、確かなんかはワークショップかなんかで、なんかすごい難しいやつそうっていうのとかを思い出して、私もあーなんか頑張ってる子供たちってほんとキラキラしてるよなって思ったね、あの動画を見て。で私の通っていたミュージカルスクールのなんかたまたまねおすすめの動画をいろいろ見てたら、そのスクールのチャンネルがあって、そこでトゥモローをその生徒たちが歌ってみたっていう動画があったの、リモートで、えっと思って、でそのあの一緒に舞台とか出てた友達だったりとか、私よりも後輩のねちっちゃい子たちとかも歌ってて、しかもめっちゃうまいし、いやいいなって思ったねうん、本当にマジでなんかリモートってマジでとても素晴らしいね。なんか本当に今のね、なんか集まりもそうなんだけどさ、インターネットというものでこう人と人とがこうなんていうの、まだこう一緒にいられているわけだからさそう、トゥモローってあの朝が来ればってやつ本当にいい曲、ミュージカルまた見に行きたいのよ。レミゼは2年に1回なのであれですけど、うんうん、
ソロコン、ソロコン、ソロコンか、ソロコン、ソロコンか、まあそれもね一つの目標ですよね。でもなんかやっぱりソロコンってなるまでだともっと知名度と人気というか上げていかなきゃいけないから何年後になるやろっていう感じではあるけど、それはね達成したいですけどね、いつか。いやあのね、日のね、いつか埼玉スーパーアリーナでライブとかしたいの。ライブ、ライブ、ライブという言い方で合ってるんだろうか。ステージに、埼玉スーパーアリーナに立ってみたいの、いつか。そう、まあそれは NGT48 としてでもソロとしてでもあれなんだけど、まあもともとその NGT でときめっせとかに立ちたいってのもそうなんだけど、そう今後ね、そのそれよりもさらにの目標でっていうのはねあるよ。うん、埼玉、うん、結構確かにね、地元のファンの方っていうのもね多いんだよね。埼玉の、埼玉出身の子がいると聞いてって言って握手会に来てくださったりとかいらっしゃるのよね。そうそうそう、埼玉スーパーアリーナはね行ったことあるんじゃないかな。なんか前に高校のなんかガイダンスみたいななんかフェスがあってそれに行ったことあるけど、最近だとね、なんかのなんかのなんか お母さんと一緒の舞台、舞台というかステージとかに行ったことあるんじゃないかな。うん、そう、こんな感じかな。まあとりあえず明日は8時15分からまた踊ろうと思ってます。またメール送りますね。ほっぺたすごい伸びそう。そう、めっちゃ伸びるよ。そうでもないか、分かりづらい。あ、でもメンバーとかマネージャーさん、その研究生の女性マネージャーさんとかにも、もうひのちゃんのほっぺたマジでなんかもうめっちゃモチモチしてるねって言われるから、これはチャームポイントなんですかね、分かんないですけど。うん、うん、あと2分。AKB のコンサートはね、AKB48 劇場に1回行ったことがあるのと、あとね新潟でなんだっけ、新潟のねチーム B さんのステージを見に行ったことがあります。うん、かな、そう、なんだっけな、忘れてた。なんか新潟情報センターじゃなくてなんか2009年とか10年とか11年とかその辺の、12年とかその辺のやつなんですけど、うん、そうね、そう、全国ツアーかな。だからそんなに現場に行くオタクではなかったんですけど、まあ当時小学校3年生とかなので全然ね、テレビとかで録画してなんか真似して踊ったりとかそういうことをしていた時代でした。そうだね、小学校3年生とかがピークだったかもしれない、一番。うん、本当にそっからはね、いろいろと趣味が増えたんですよ。アニメとかで、そこからイラストとか始めて、でまたねアイドルさんで欅坂さんとかで、そこから NGT とかも、あ、新潟でアイドル始まったんだとかで、そういうきっかけで好きになって、でそこからまた部活とかミュージカルとかも始まったので、どんどんねやっぱいろいろ、まあ年を取るにつれていろいろと好きなものは増えていくんですけど、あ、もう30分になっちゃったっていう感じです、私三村は。うん、ちょっとあんまりコメント読めなかったけど、ちょっと深いお話ができたから今日はこんな感じでいいかな。そう、表現者とか、まあ、夢って本当に人それぞれ何を思っててもいいと思ってますし、なんかあれじゃん、その
夢を否定する人たまにいるけどさ、夢って結局何でもいいわけやない、何を思っててもいいわけですから。そうだから何歳になっても夢を持ってていいと思う。そんなことを思った今日この頃でございました。夢じゃないよ夢じゃないよ。はい、で明日は8時15分からまた踊りますので、歌って踊りますので、またじゃあ明日お会いしましょう。ありがとう、今日も見に来てくれて。はい、ということで今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。はい、それでは皆さんまた明日、おやすみむらー、バイバーイじゃあねー、バイバーイ、あ、バイバイ。